皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア国家資格である自然医療療法士ナチュロパスとして、世界中にお住まいの方々へオンラインの総合医療クリニックで日々リモート診察を行っております。金曜日となりました。もうあっという間に1週間って毎週言っている気がするんですが、いかがお過ごしでしょうか。今日本題に入る前に一つお知らせがあるんですけれども、前回かなりたくさんの人に見ていただいた、血液推理ライブ、これ YouTube のライブなんですけれども、次回の開催日がそろそろ決まりそうです。血液推理ライブというのはですね、私が患者様の健康診断の結果、血液検査とかのね、結果からですね、血液の状態を読み取って、その方の不調の原因、それからまたこう隠れたね、こう病気の予防になるような、ちょっとこれ気をつけた方がいいよなんて、そういったものをどんどんね、推理していく、そういった公開ライブになっております。私ね、普段こう根本治療していますとか、こう病気の原因探っていますっていう風に言っているんですけれども、実際にね、どんなところをどう見ているのか、私がどういうアプローチでじゃあ根本治療やっているのかなんていうところを、リアルタイムで公開して、普段ね、どんな風に、オンライン診療やっているのか、少しでも多くの人のためになればいいなと思ってやっております。前回はこうアトピー、肌荒れの患者様だったんですけれども、やっぱり似たような患者様多いと思うんですよね。なんでもちろん、応募もしていただけますし、それから、同じようなね、症状で悩んでいる方のためにもなるんじゃないかなと思って、どんどん、月に2回ほどはね、ライブやっていこうかなというふうに思っております。で、来たる次の血液推理ライブが、11月の1日は今のところ仮で予定をしております。そしてですね、この11月1日のこのライブで、使わせていただける、健康診断の結果の、募集をしております。これはね、オンラインで簡単に、結果を、添付していただいて、ちょっとした質問に、答えていただくだけで、私がライブで、読み取っていく、そういったものになります。応募は完全無料となっております。また、プライバシーは一切ね、もう 100% 隠して、なんか見バレするみたいなこともないので、安心していただければと思います。もし興味がある方、私の血液検査を見てほしいよという方、ぜひぜひ応募いただけたらとっても嬉しいと思います。応募方法概要欄に貼っておきますので、そちらを見ていただけるととっても嬉しいです。はい、というわけで、本日はね、本題は肌の健康、前回ね、血液推理ライブでちょっとアトピー、肌の健康についてやったんですけれども、めちゃくちゃやっぱりアトピーで悩んでる方多いんですよね。で、皆さんどうしてもこう皮膚科なんかに行って、ぬる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 という感じで、なんか塗って塗ってでみたいな方が多い気がします。果たしてそれは根治治療になっているのかというクエスチョンマークもありますし、そもそも私いつも言っているように、皆さんがアトピーになっちゃう原因って結構実は違ったりするんですよね。なんで今日はちょっとそのね、もうステロイドに疲れたよっていう方のためになればいいなというふうに思ってお届けしております。よかったら最後までお付き合いください。というわけで、本日はアトピーについてちょっとお話ししたいなと思います。というのも、なんかわからないんですけど、今朝これ録音しているの前日なんですけど、今朝ですね、インスタグラムだったりとか、いろんなところから、問い合わせがあって、なんと3人全然別のところからですね、問い合わせがあったんですよね。でも皆さん全てアトピーで悩んでいます、どうしたらいいですかということで、皆さんアトピーのお客様だったんですよね。偶然とはいえ、なんかすごいやっぱりアトピーで悩んでる人多いんだなということも、感じました。
そして、普段から、まあ、アトピーの患者様も、見させていただいているんですけれども、肌感で言うと、皆さんこうとにかく皮膚科にまず行って、だけれども特にその検査とかいわゆる根本治療とかそっちの、サポートはあまりなく、保湿剤をもらったり、そしてひどかったらステロイド塗ってかゆみ抑えてねということで塗り薬をもらって、病院を後にしている、それを何年も繰り返している、そういった方が非常に多いんじゃないかなっていう肌感があるんですね。でそもそもですね、このアトピーってなんやねんというところなんですけれども、これね、特に自分が抱えている場合、とにかくかゆい、とにかくこう赤みがねひどくてどうにかしたいよという方に必死になると思うんですけれど、いつも私言うんですけれど、その不調のメカニズム、そもそもどんなメカニズムを経てそういった症状になるのかというのを把握すればですね、結構自然と改善方法も見えてくるわけですね。で、このアトピーもその一例だと思っていて、今日はその塗り薬以外でもいろんな原因がある、イコールいろんな原因を知ることによって、皆さんのねこう少しでも改善の糸口がつかめれるようになったらいいなと思って、放送をしております。早速なんですけれども、じゃあこのアトピーメカニズムはどういうことってなるんですけれども、簡単に言うと、抗体、こう IgE とかって言われるいわゆる体の免疫機関が、助けて異常事態だということで騒ぐわけなんですね。で騒いだ結果この肌が赤みに変わったり痛みに変わったりかゆみに変わったりするわけなんですよね。じゃあこの免疫機関自体をサポートすれば結構良くなるんじゃないかと思うんですけれど、そうなんです、その通りなんですじゃあね、この免疫機関をサポートするってどういうことっていうことで、さらにもう一歩深く、ちょっと聞いてほしいなと思うんですけれど、私たちのこの免疫機関ってね、いろんな材料がからなって初めて正常に動くわけなんですね。ですのでまず第一に材料が揃っていないとしっかりと免疫機能っていうのは、働きませんし、それから免疫機能が働かないと、いろいろな、臓器の、不調とかも起こってくるわけです。で体ってつながってますから、ただこの一方方向じゃなくって、逆にどこかしらの臓器の不調があると逆に、免疫機関にも関わってくる、この二方向あるわけなんですよね。なんで、まあ、今日はちょっと、何個かねアトピーの原因となりうるような、ところをいくつか紹介しますので、自分は大丈夫かなというのを見ていただけたら嬉しいなと思うんですね。早速ねちょっと、例題を挙げていきたいと思うんですけれども、まず、なんとなく皆さん気づいているとは思うんですけれど、いまいちどうしていいかわからないというのがお腹の健康ですね聞いたことはあるけれども何をすればいいのというところだと思います。でこれですね、じゃあなんでお腹の健康がアトピーとつながっているのかというところを簡単に言うと、神経細胞だったりそれから免疫細胞、これらの約 70% は腸内に住んでいるわけなんですね。ですので、腸内の健康があんまり良くないと、どうしても神経細胞それから免疫細胞にも悪影響が出てくる、結果アトピーの症状となったり、かゆみ痛みとなるわけなんですよね。じゃあねこの腸内の健康があんまりよろしくないってどういうことなのっていうことなんだと思うんですけれど、まずね生活習慣をちょっと一回見てみましょう。よくあるありなのが便秘ですよね。
便秘放置するイコール体の老廃物をどん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 腸に溜めていくわけですから、そりゃ腸内良くないですよね。ですので便秘の方はとにかくそれを何とかしないといけないわけなんですね。で、逆に下痢という方もいらっしゃると思いますし、便秘と下痢を繰り返しているという方もいらっしゃると思います。これ全部何かしらの理由で腸内が荒れているということになりますので、やはりこのあたり何とかすることでアトピーの症状もかなり抑えることができるかと思います。あとですね、赤ちゃんとかちっちゃい子に多いのは結構こう吐き戻し、嘔吐しやすい子とかもいると思うんですよね。これもやっぱり何かしら、胃だったり腸だったり体の中のものが嫌だよって言って反応しているわけですから、まあ、一番は食べ物、例えば乳製品に弱いとかですね、そういったのをちょっと、考えて吐き戻しがないかどうか、このあたりも見てあげてほしいです。もしもある子は、その辺のね食事、何を食べさせているのか、うんちは大丈夫なのか、このあたりをしっかり見てあげることで肌の健康にも影響してくるかと思います。それからですね、肌の健康ですので、肌の細胞、肌の、脂質のバランス、これも関係しています。つまり何が言いたいかというと、肌疾患に必要な、例えばオメガ3、魚ですね、ちゃんと食べてますかということだったり、それから肌組織を作るためには、必要なミネラル、例えば亜鉛とかですね、そういったものも、組織自体そのものの材料になりますので、やはり栄養が足りてないとなかなか、肌組織健康なものには作られませんので、まあ、肌のバリアが弱かったりだったり、それからこういう、アトピーの症状が出やすかったり、とにかく繊細になってしまうわけなんですね。なんで強い肌細胞を作るためには材料が必要です。魚、それから亜鉛、このあたり食べてますかということですね。そして、3つ目、これはストレスになります。もしかすると、生理前になると出てくるとかですね、ストレスを感じると、急にね、こう肌疾患が出やすいという方も、きっと自覚症状でいらっしゃると思うんですよね。ストレスもやはりですね、免疫疾患に負担がかかりますので、何をしないといけないかというと、ストレスマネジメント、それから本当にね、こう慢性的に疲れている方っていうのは副腎のサポートが必要になってくるかと思います。あとですね、結構インスタグラムとかでも最近紹介したんですけれども、ありありなのが、重金属、つまりは、生活環境の、毒素ですね。例えば水銀、例えばカドミウム、例えば鉛、例えばあと何がありますかね、アルミニウムだったり、実はですね、生活環境、見えないところで触っていたり吸っていたり、それから食べていたり、これらの有害金属と言われるものが体に蓄積してしまうと、どうしても、免疫機能が反応します。だって有害ですからね。ですので、これらもしも蓄積されている方はどうしてもアトピーなかなか治りにくいと思います。逆に言うと、この有害物質排除すれば、アトピー良くなる方もいらっしゃるわけなので、これまあ概要欄に貼っていこうと思うんですけれども、最近は毛髪検査でね、この、重金属チェックとかもできますから、もしも悩んでる方、まずはね、どこから来ているかというので検査というのも、一つツールになるかと思います。試してみてください。というわけでザザザッといきましたけれども、とにかくね、何が言いたいかというと、アトピーとか肌疾患で悩んでる方、わからないですよね。塗り薬以外何したらいいねんっていうところですよね。
ですが、肌疾患っていうことはイコール体の内側から何かしら訴えが出ているので、今日お伝えしたような腸内大丈夫とかですね、材料揃ってる、それから有害物質入ってませんか、そしてストレスコントロールちゃんとできていますかなどとね、これは一部ですよ。たった一部なので、本当に悩んでいる方はぜひオンライン診療に来てほしいんですけれども、これだけでもね、あんまり知られていないんじゃないかなと思ったので、今日はちょっとシェアしたいなと思いました。というわけでいかがだったでしょうか。かゆいアトピー、何年も何年も付き合ってるアトピー、一生付き合う必要はないんです。ちゃんと原因を突き止めれば改善方法も見えてきますのでね、誰かのお役に立てれば幸いです。それでは、素敵な週末ですねをお過ごしください。ナチュロパスのおさえでした。